ロング入れ食いじゃないですか。はい、おはようございます。今回の、釣り時はですね、僕は河野港から出船で、セカンドステージ、ヒサマルに行ってきます。狙うのは、なんか知らんけど、こんなやつ。こんなやつです。ブリ、ヒラマサ。ブリ、ヒラマサです。らしいです。で、ここは目がかりしないそうで、もし大きいのがかかっても、時間をかけれれば、取れるそうです。まだ僕、こんなやつは釣ったことないんで、頑張りたいと思います。そして今日は僕一人じゃないです。はい、BG 平戸船長の村田勇。はい、よろしくお願いします。はい、僕がもし船用意しても彼が頑張ってくれるでしょう。というかね、体調不良らしい言うてます。え、体調不良です。2人ともまあまあ出来損ないのコンビで頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。えいっす。はい、今回はスピニング M とスピニング ML と、そして、ベイトの3番ですね。はい、はい、デコメタルロング200。配信したし、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、18、19。ロングジグ楽やな。楽っすね。なあ、びっくりするな。もし船長来ました。よし、あーしゃあしゃあ酔い覚めた。おー、頭の動きがさ、ハマチと違うよ。え、マジか、これ後ろで下で赤松引っ張ってるみたいな。これこうやってこないし、ほら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 、あのブジって切りそうな引きすんな。嫌やな、2号嫌やわ、嫌やわ。お、リーダー見えた。うわっ、でかっ、でかいっすね。やばいっすね。うわー、でかい。やっ、よいしょ、やっ、よいしょ、あざっす。ま、マジか。何やこれ。イエス、坊主免れた。よいしょ、オッケー。本物ブリやな。喧嘩ちゃうで、マジブリ。もうええわ、めっちゃ大変。オッケーオッケー、やったね、釣れました。はい、釣れたのは
はい、今年リリースされる、はい、ネコメタルロングでね、今、ボトムヘビーセッティングにしましたけど、さっきはトップヘビーセッティングね、こっちから引っ張ってた。で、そこついて、ああ今日はしゃくられへんなと思いながらね、あのリズムがわからんまま、どれぐらいやろ、多分 20m 以上巻いてると思うんだけど、そこでグッと組みましたね。はい、あ、来てんの。おまたシレット釣ってるな。なんか言うてや、なんか M です。あの M 全然見ててちゃうな。ピーンってならんすね。ならんな。重い。どれぐらい来たんすか。ボトムです。ボトム。ほんと近いです。10ないぐらいです。リーダー入りました。はい、じゃあ次行きます。よいしょ。ただありがとうございます。うわ疲れた。よいしょ。ふっと、おめでとう。すっげえ素晴らしい。はい、2本目です。よっしゃ。うまっ。パンパンです。よう、そんなん持つわ。重た。素晴らしい。よっしゃ。よっしゃ。1.5 やけど、サオが仕事してくれます。あ、見えてきた見えてきた。いきます。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。しゃ、猫メタル200。素晴らしい。重い。はい。仕事してんね、200。本当ですね、200めっちゃいい。よっしゃ、食った。うお、すげえ。よっしゃ、めっちゃボトムス。さすがだな。すごいな。さすが船長。糸が細いから周りの人の迷惑にならないようにあげないとです。よいしょ、ありがとうございます。なんか平戸サイズっぽいです。平戸細いの。平戸細いですね。でっかいのがいないんですよ。全然。やっぱり対馬ぐらいまで出てこんと。そうだって。さすが水を得た魚やな。バンバン釣るな。ロングの200でもこれだけ今使ってますね。はい、じゃあリリースします。こういう感じの贅沢な感じのリリースやな。バイバイ言うてはんで元気いっぱい。ねえ、今は割とアクションはあのロッドを下から上に振る幅を長くして、1回の滑走距離が長いイメージですね。それを一定に保つために今リーディングをこう気をつけながらタイミングを波の揺れに合わせながらやってます。おっしゃ、おっしゃ、マジ。すごいな。
抜けた、外れた、外れました。まだく、よっしゃ、おお、追い食いした、追い食いしました。はい、ありがとうございます。何本目や、すごい、すごすぎる。猫メタルロング200ですね。ロング入れ食いじゃないですか。ほんまかっこいいな。そのブリをリリースやで、うち。よバイバイ。やっべ、元気いっぱい。ブリをリリース、イサム君、素晴らしい素晴らしすぎる。104m、 反応自体は上で 35m です。一匹食ったらもうガンガン上がってきます。よし、マチを移動してきました。ヤズ釣り今使ってるのはオリジナルの 260g でベイトを曲げたくて、ちょっとベイトを手に取りました。よっしゃ、来た、よっしゃ、来た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 ぞ、来たぞなにこれめっちゃいるんでしょうね。えめっちゃいるんでしょうね。これ1万匹ぐらいおるのかなうん、とりあえず、おっしゃ、2匹かかった。まあ、一回外れたな。これ緩めたら外れるよね。あ、外れた。一匹やった。一匹っすわ。よいしょ。よいしょ。やっぱりヤズはうるさいな。はい、行こう。はい、次行こう。次行こう。どんどん上るっすね、これ。うわ。よいしょ。おお。かまってくるんだ。行くぞ。俺も行くぞ。1、2、3、4、5、よいしょよいしょ、おもろい。しんどかかるまででいいですね。いいの、おい、オッケー、すごいな。すごいっすね、宗像名物ヤズ祭り、ヤズ祭り、やばい。はい、バイバイ。よいしょ、よいしょ。食った。よっしゃ、食った。来ました。食った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 。深い深いところで食った。せーの、よいしょ。マサゴ。じゃあリリーします。わあ、元気。バイバイ。よいしょ。まあでもこの中からヒラマサ引くってすごいですね。え？この中からヒラマサ引くってすごいっすね。なあ、へへへ、外れた、かかった。
よいしょよいしょいやはい、ありがとう。そのまま逃がします。はぁ、釣られた。なかなか贅沢やな。はい、じゃあ逃がします。よっはぁ、外れた。よかった。よかった。よかった。ああ、来た。また外れた。よいしょ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 。うわ。あ、違う。ブリか。無理っすね。マサと勘違いしたんですけど、量刑ですね。いや、ズメライでこれでたまるなんでってなったんですね。来た来たで、来た来た来た。よし、うん。あっさり来るな。ああ、もうね。喋られへん。量刑やもんな、だって。よいしょ。はい、終わり。終わり、終わり。オッケー、船長ありがとう。たまらん。オッケー、はい、お疲れ様でした。終わり。お疲れ様でした。お疲れ様でした。見事でしたね。いや素晴らしいわ。とりあえず僕もいいのが釣れてよかったです。あと無影ハマチはやり終わったらもうちょっとやりたくなるね、あれね、はい、うん、もうええかなと思ってまたやりたくなる、はい、まあまた来たいなと思います、はいはい、今回は、神戸港から出船で爆釣でした。疲れた。疲れやね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おはようございます。一斉フィールドスタッフの佐藤良樹です。今回も遠賀川にやってきました。めちゃくちゃ寒いです。時期的には2月の上旬でまだ冬ではあるんですけど、春のバスがちらほら出てきているみたいなんで、冬の釣りと春の釣りうまく使い分けながら今日気合で1本なんとか取りたいなと思います。よろしくお願いします。朝市の場所なんですけど、下流側がこちらになって、こちらがトーナメントエリアとかである下流域と言われるところの1個席上がったところになります。で、ここは春のバスも冬のバスも両方いる場所なんで、まあ、ここからやっていきたいなと思います。昨日一昨日とちょっと冷たい雨が降って水が濁ってるんで、まずは冬の釣り、金平シャット、カラーは金黒、これでいきます。最初はさーっと巻いていって、何か物に当たったら止めてあげて、何か物に当たったら止めてあげてっていう、この繰り返しでまずやっていきます。でいい場所があったら
2回ちゃっちゃっとこうトゥイッチして、その後1回待つポーズ入れるっていう釣りを、こう金平シャットの中でもこうちょっと使い分けていこうかなと思います。手前が石の岬になってて奥まで張り出してるんですけど、あそこから水がこうちょっとちょっと出てきてるんで、まあいい感じに水も当たって、冬のバスもこういうところよく溜まりやすいんでいいかなと思ってるんですけど、朝釣れたら相当幸先いいですね。相当幸先いいですまだ水温の方があったかそうですね。とは言っても多分2桁確実に水温いってないんで、気温が寒すぎるですね。バス以外の生き物も多いと思うんですよね。ここ上流域の中では割と深場で、水深もいろいろあって、バスが春っぽいところに刺す場所もあれば、冬で寒く縮こまってるバスもいると思うんで、食わせのワーム入れたいと思います。スーパースティック 2.5 インチに 2.1 グラムの進化つけたダウンショットです。もう仕方なく食っちゃったっていうぐらい丁寧にアプローチしていきます。うん、やっぱりなんかボトムいろいろありますね。ここは溜まってないかな。朝はい、移動してきました。朝市のところからちょっと上流域の方に来たところですね。まあ、ここもちょっとまだ寒いんで、冬の釣りをしたいなと思います。 GCGN ミノー、これをジャックして誘ってみたいなと思います。濁っとるな、ここも。ここも石の岬というか張り出しになってるんで、もしかしたらこういうちょっと浅いところに浮いてきてるやつとか、この石の岬の沿いに溜まってるバスとかをいたら食ってくれると信じてます。ストラクチャーを丁寧に狙ってみたいと思います。スーパースティック 2.5 インチに 2.1 グラムのダウンショットですね。この H コーについてないかな。いろいろゴミは引っかかってるはずなんで、水中の中でそこに絡めながらネチネチ誘えば1匹2匹は見て食ってくれそうですけどね。当たらんか。はい、移動してきました。西川の上流域ですね。キャラメルシャット5インチ、これ巻いていきます。やっぱりここはちょこちょこウィードがあるんで、そのウィードの中から出したりとかすると、ウィードの中に隠れてるバスもいると思うんで、そこ丁寧に通してあげたいですね。ウィードの横を巻いていって、バスが見つけてくれて追いかけて追いかけてパクっていうのが理想ですけど、沈み虫 2.2 インチ、ちょっとボトムを誘ってみたいと思います。
渋いな。きっといるんですよ。なんで口使わんかな。移動します。はい、音楽川に戻ってきました。ここは、水深があるコンクリバンクですね。でここの水深があるコンクリバンクで冬っぽいバスを狙っていこうかなと思ってます。ザリメタル 9g、 これでテクトロして水深のあるコンクリバンクを狙っていきたいと思います。ボトムから 20-30cm のところをずっとリフトアンドフォールしてテクトロしていきます。冬っぽいバスが水深のあるところべったりボトムに張ってると思うんでリアクションで食ってくれたらなっていう感じです。この辺でももう 2-3m はあると思うんで音楽側にしては深い方ですね。釣れたら泣いちゃうなこれ釣れたら泣いちゃいますねこれ。ちょっと嬉しすぎて。夕方最後移動してきました。音楽川の下流域ですね。水門だったりコンクリートバンクがあるんで、まあ、そこをタイトに狙っていってなんとか一匹釣りたいです。マジでなんとか一匹釣りたいんで頑張ります。金平シャット、これでタナマキ、トゥイッチ、いろんな誘い方で最後狙います。金平だといい感じにボトムタッチするんですよね。ここボトムカッ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 って当ててこうふわーって浮いてる時にパクって食ってくれたら一番理想なんだけどな。当たらんな。マジでいい感じでボトムタッチしとるのにな。お疲れ様でした。厳しかったです。今日一日朝から冬の釣りと春の釣りそしてエリア選択ですね、まあ自分の中でいいんじゃないかなっていうところをいろいろ回っていったんですけどバスには巡り合えませんでした。まあ、次チャンスがある時ですね、今度は春だったり夏っていうどん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 バス釣りのハイシーズンになると思うんでその時は今日の分も釣りたいと思います。ありがとうございました。今日は帰ります。